今日は新しいペーターズチョイスを紹介します。ローテンブルクにあるホテルツアーシランネです。この素晴らしいホテル一緒に、あ、ごめんなさい。今回はローテンブルクにある地元グルメも食べられるアットホームなホテルシュランネをご紹介します。あ、到着しました。今はホテルシュランネの前ですので、ローテンブルクにいるときにいつも泊まるホテルですので、今はペーターズチョイスとして紹介したいんですので、あのレストランとしてもすごく素晴らしいんですので、そしてこちらで肉はソーセージはここで作るものですので、とっても美味しいんです。じゃあご案内いたします。こんにちは。こんにちは。お部屋ご予約しましたか？はい、そうです。お名前は？ペーターエンダーラインです。ああ、そうですか。お部屋番号は151です。お部屋まで案内しますか？はあ、お願いします。素晴らしいですね。このホテルで日本語を喋られますね。うん、朝ごはんは7時からです。すごいですね。いいところですね。わかりましたか？あ、わかりました。ありがとうございました。ホテルシュランネは旧市街の中にあって、長距離バスの停留場の目の前、また旧市街の中心部から歩いて5分というアクセスの良い場所にあります。ホテルは個人旅行にも団体旅行にもよく利用されていて、清潔感のある46お部屋を完備しています。地上階には朝食、夕食を有意義に過ごせるレストランがあります。いつも地元や常連のお客さんでにぎわい、陽気でアットホームな雰囲気にあふれています。地元の豚肉を使ったソーセージを作っていたので見せてもらいました。このレストランのもう一つの人気の理由は、地元の食材を利用して作られる地産地消のご当地グルメ。オーナーの次男であるマーコさんが一本一本丁寧に手作りでソーセージを巻いていきます。これをスモークしたら出来上がりです。中央ではオーナーの長男であるアンドレアさんが調理を担当してます。さあ、地元のワインと一緒にいただきましょう。まあ目の前に作ったぐらいですので、うん、すごく柔らかいジューシーな、すごくちょっと噛むとちょっとだけその硬さを分かれば非常に美味しいんですよ。最高美味しいものです。
です、うん、その他にも地元の養殖している鯉の料理などなど地元の料理が堪能できますよ。この鯉もジューシーでとっても美味しいですよ。新鮮な味です。実はローテンブルクでは地元の食材を利用して提供しているレストランにこのマークギニーセンオプデアタオバーを掲示してます。レストランの入り口などにありますからぜひ探してみてください。このマークについては次回ゆっくりご紹介しますね。最後にマーコさんにお話を伺いましたよ。Ihre Empfehlung an die japanischen Gäste, warum sie speziell in die Schranne kommen sollten? Schon bei der Anreise, wir haben nur 600 Meter vom Bahnhof bis hierher, mit dem PKW hervorragende Parkmöglichkeiten direkt am Haus. Und dann können Sie Ihren Urlaub inmitten der historischen Altstadt verbringen. Bei uns mit regionalen Produkten, Qualität, die wir unseren Gästen bieten und natürlich unserem eigenen fränkischen Hauswein. Tja, dann stoßen wir an. Kampai! Prost!詳細情報はこちらをどうぞ。返します。どうもありがとうございます。いかがでしたか？とっても良かったんです。 Did you enjoy your stay? Yes, it was very very nice. Well, I have to go. キーつけてください。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。はい、はい、バイバイ。ああ、素晴らしいところですね。まあみんなはすごく親切ですね。日本語も喋れますので、そして食事とワインはすごく美味しいんですね。絶対このホテルツォシランヌは一度泊まってください。ローテンブルクのすごく素晴らしい親切なホテルですね。ではまたローテンブルクのシュランネで会いましょう。バイバイ。エダガンさん、すみません、忘れ物です。あ、忘れ物です。確かに。さよなら。バイバイ。バイバイ。バイバイ。すみません、バイバイ。Facebook ページ始めました。Instagram も始めました。